6時だよ。ナジャ・グランディーバのレッツゴーフライデー。皆さんこんばんは。いかがお過ごしでしょうか。オープニングの、怒鳴りって言うんですか、これは。いきなり声がちょっと裏返ってしまいましたけども、これも全部花粉のせいでございます。本当に花粉症が今どんどんひどくなってきてて、今日も天気予報士の方のね話聞いてると、もう今日ぐらいから非常に花粉が多く飛んでるということで、急に本当にひどい花粉症の症状になってきたわけですけども、皆さんは大丈夫でしょうか。ぜひこのラジオを聞く際には、部屋の中で聞くのが一番おすすめでございますね。外で聞いてる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、外なんかで聞いた時はもう本当にくしゃみが止まらなくなり、鼻水が止まらなくなり、目もかゆいし、集中して聞けないと思いますのでね。ただこの番組の内容的には、それぐらい集中できないような状況で聞く方が意外と私的には助かるのかなというふうには思っております。いつも本当にくだらない話ばかりしてるわけでして、あんまりこう丸かぶりっていうか、かぶりつきで真剣に聞いてもらうようなラジオでもないのでね、できれば、軽い気持ちで、ながら聞きっていうんですか、それぐらいの気持ちで聞いていただけたらなと思っております。さあ本日のパートナーこの2人でございます。どうもチキチキジョーニー石原と岩見です。よろしくお願いします。はい、お願いします。マジで花粉ほんまに来てる。今年はね、目に来ます。目私ももう目もかゆいで、も鼻も苦しい、鼻詰まってるから、ほんで口開けて寝てるやん。口呼吸で寝るやろ、乾くし。ほんで起きたらもうガラガラ声。あれイオンさん大丈夫？私ははい、先週も言ったけど2人よりは多分ないと思います。ちょっと目シパシパするぐらいで。それも金属に弱いからね。だからいろんなとこにアレルギー、方向性が違うよね、アレルギーのね。そう、人それぞれ。なんか親指の先ぐらいの1センチ1センチ角の中に、今この時期花粉が600粒ぐらいあるらしいよ。どういうことですか？親指？だから1センチ四方の中に、親指台ってこと。1センチ四方の中に花粉が600ぐらいあんねんて。でそれがなんかほんまは60かな。いつもは6本ぐらいなのが、そのだいたい6粒とかぐらいで、もう花粉飛んでます、花粉もう感じるんですか、花粉飛んでますっていう風になるらしいですが、そう、それが今もう600ぐらいやから、逆に感じちゃう。もう逆に600嘘かもしれへん。じゃあ60、いや6嘘かも、60かな、忘れた。じゃあとにかく多い、もうビビるぐらい多いってことでしょ。ビビるぐらいでも跳ね上がってるってことですね。ほんで今年はそのほんまに何年ぶりかにすごい飛散するらしいから、花粉がしてるっていう、もうね、本気出してね、杉が、本気出してね、杉が増やすぞーって。そう杉の後ヒノキが本気出すから、全部本気出す。杉さんがあんだけ頑張ってあったやから、うち頑張らんと言われないや。そうらしいよ。ほんでバーって結局さ、でもさ、杉の木のさ、言うたら数は一緒やんか、だから言うたらさっきバーっといっぱい飛ばしたら、その後もずっと減っていくんかなと思うやん。そうじゃないねんって。だからもう今年は杉さんが去年の何倍も多い花粉を出すやろ。ほんでそれがスーッと消えていくんじゃなくって、ずっとそのいわゆる地面とかのいろんなところに付着したままずっと残るから、杉さんの数は一緒で、でも花粉の量は多いけど、そのずっと居続けんねんて。そう、雨が降ったら地面に落ちるやん。でも雨が次の日晴れました、で水乾きました、ほんなまた舞い上がったりする。雨降って流してくれないですか？流れるのもあると思うけど、舞い上がるのもまたより強いやつが残ってるのが舞い上がるってことだよ。ほんだら強いも弱いもないんちゃう？だって流されんとおる。そう、だから場所とかそうかもしれないな。だって昔その杉が本気出してるってことは、今年はなんですごいんですか？知らん。だからそのヒノキは杉をライバル視してるわけやろ。そうです。杉も何かをライバル視してるのかも。なんかが頑張った。そうなんかあんのんちゃう。そうか、うちらがまだ解明できてないけどね。そうそう、なんかな。雪何やろ。めっちゃ2月に雪めっちゃ降ったなみたいなとこ。それかそのもう去年の秋の豚草とかを。ああ。ずっと見てて何目立っとんねんあいつ。そうもうこんな木からはよからだいぶ出したなみたいなのがあんのかもしれへんし、あれ去年あんまり頑張られへんかったんかもしれないですね。そうね、今年は頑張るぞって。杉界の中ではその花粉をまき散らすのがステータス。そりゃそうやろ。量がそりゃそう。あれ何のために飛ばしてるんでしたっけ杉は。それは受粉やろ。受粉だから子孫を残そうとして、子孫を残そうっていうことやろ。だから今年はもう子孫残したいっていうのがあれやったんかな。いやー、あとはその年の気温の上がり下がりの具合とかにもよる。急にちゃんとしたこと言いますよ、ね。いやいや分からへんけど。いやでもただめっちゃ寒かったからちゃう。意外に今年のギューって寒かったから生存能力みたいなのが生きたい増やしたいみたいなのがあるんかもしれん。今出しとかんとまた寒なんでみたいな。そうかもしれへんし。分かれへんけど、まあもうこの花粉だけで薬もさ、なんかちょっと喉乾いたりするやん。鼻カピカピなりません？うん、なんかもうでずっとティッシュ詰めたりしてさ、そうやってね、ほな鼻の周りのファンデーションが取れるやろ。ほんななんかもうここら辺だけ黒なってくんねん、鼻の周りが化粧してんのに。鼻の穴一個みたいに見えんねん。黒。そこまで黒なります。ここも黒なってつながってるみたいな。つながってるみたいな。もちろん最初からそうしてる。バカボンに出てくるやんそういう人。もちろんそれ見て春やなって春感じない。鼻一個やな。一個やな。春やな。花粉ひどいねんなっていう。大阪で春を告げてくれるのは相撲だけじゃなかったよな。成田さんの鼻の穴が先に教えて。一個に見えてくる。それぐらいもう。で花粉症の時の鼻水ってサラサラじゃない。そうどうなんですか。またちゃうの。いやもう気づいてないね。気づけへんぐらい水みたいにシュッて落ちてんねん。ほんまに気づけへんねん。だから涙と一緒の成分みたいな感じ。ほんまにサラサラ切れないって。でもピトってつくんですか一応鼻の。いやでもスーってほんまにな目薬させて目薬の余計余分な分みたいな。ほんまに綺麗なんや。綺麗かなそれがだから。だと落ちるから。いやでもそうか止めどなくか。そうなんかスッと落ちる、なんかこうズルズル感っていうかなんかさって落ちたりするねんな。でもその癖詰まってるし。そうかスッとすることない。で右詰まってるなと思って右を上にしてこう寝るやんか。はい、ほんなら今度左が詰まってくるわけやっぱ下に落ちてくる。ほんでまた今度左やなって右向いたり左向いたりしてなんか寝られへんねん。で知らんま寝てんねんけど口かーで開けて寝てんねやろな。鼻詰まってるからね。ガビガビ鼻うがいしてます。あれ要せんねん。意外と簡単ですよ。やってみたら食塩生理食塩水でやんの。いやもうなんかベテランさんってさもう家の水道水とかでやるやんじゃん。シャワー入れたりとかでね。私それ要せんから売ってるんですよ鼻うがいのもうケースと CM やってるもん。これを水に混ぜてくださいっていう多分食塩みたいなやつ、それをこの量でここっていうのにちゃんと溶かしてやったら全然痛くないです。どういう機械なの？鼻の中にギュッて入れて入れんねや。水をジューって入れんねやろ。そう水をジューって押してジューって入れたらウィダーインゼリーみたいな入れ物やろ入れたら。ほんでもう口からベアって出てくる。あ口からですね。右から入れて左の鼻の穴からじゃないの。あそうかそうですそうです。あ口か。口も出てきます。口も出てくるの。なんかでもめっちゃあれ気持ちよさそうやなと思うけど。なんかようやらねこうやって私コロナ禍になってからうがいだけでちょっと不安やなっていう時からやりだしたんですよ、うん、まあまあ調子いいから。あそうなんだってもうプールとかでも鼻に水入っただけでも最悪になんか痛いじゃんってなるやん。だから飛び込むん嫌やって言いますもんね。飛び込む授業とかでもねみんな、うん、それが嫌。鼻つまんでいいやったら飛び込む。だから生理食塩水やから大丈夫なんかな。なんかね痛くないです。ほんでしょっぱくもないの。鼻から出てくる全然塩水飲んだみたいな感じにはなれへんの。でも失敗したらちょっと痛いなっていう時はあるけど、なんか分からへんけどこうって自分が。それなんか出てくるやつは透明のまま。透明です透明です。ほんならなんか意味あんのかなと思うけどな。なんかもっとなんかすっごい通るんですよ。ほんならやってみた方がいいですよ。寝る前。その時だけでも。その時だけでも。持続は夜に。寝る前やったらええやんなじゃあ。それいいんちゃいます。いややってみようかな、怖いけど。私なんかもう親戚のおっちゃんはもうマヨネーズの秋でやってましたけどね。いやー、あんな鼻の穴に大きい鼻の穴、その人星型の入れてるとこ男らしいなと思って、おっちゃん見とけよみたいな感じでギャーンやってた。だいぶ鼻の穴大きいおっちゃん。いやでももう何もう分からん、どうなってんねやろ。10円玉ぐらいあるやんな、あの先っぽあるで。それまず鼻の穴に全部入れんの？いや入れるのも当てる星だけ、星型だけが鼻の穴のとこに当たってて、でもあの量ギューってやったら目とかからも出てきそう。全部なじゃ回らよみたいになっちゃう。そのうわーって見てたけど、あれは妖精。でもそっとすんねんっていうのなんかベテランやな。なんかもうみんな子供を集めてやった後おるな、人集めてなんか見せてくれるおっちゃんおるな。おったおった昔はおったな。大好きでしたけどね。なんか遊んでるとこ入ってきたりする人な。今さんとこ持ってやろ。いろんなとこから飛び降りてくれる。2階から飛び降りてくれる。おっちゃん。何飛び降りてくれるって。おっちゃんそっから飛び降りてって言うの？そう。ほんで見ときゃ昔の話ですよ。だいぶ昔の話。スタってうまいこと着地してあるんですよ。体操選手みたいな。ほんで見ときゃつって1回だけ失敗して。おばあちゃんに怒られて帰った。失敗してって別になんで怒られんの？怪我したん？怪我したから多分膝割れて、そら割れたんちゃうかいよぐらいの。あ、そう。膝から落ちてもおっちゃん頑張ったのにな。あ、そう。いましたよ、鉄棒見せてくれるおっちゃん。あ、おったおった。大車輪とかなんか勝手に野球の審判とか。審判入ってくるおっちゃんな、おったな。しまいにおっちゃんに打たしてくれっていう。そう。結局な、出しゃばってきてな、なんかおったソフトボールみたいなのやっとった時とかもそうやったわ。おっちゃんな。おっちゃん好きやった。あんまり見かけないですね。最近な、最近はもう。おれへんのかな。おっちゃんだからもううちらの世代がそれを担う。もうあのおっちゃんら多分めっちゃ年いってると思ってたけど、多分もう50代40代50代やったと思うね。そういう絶滅したんかな。もう名前も知らん、名字も知らん、名もなきおっちゃんだから田舎やとおんのかもね。私はもう街に出てきたからあれかもしれない。地元密着型のやっぱ私が世代っていうと大阪市内おったらあんま分からんだけかな。だって私の同級生とかまだ地元におる子とかがさ、あってはないけど、はい、多分そんな感じのおっちゃんになってそうな気するな。地元に残ってる。地元におんねやったらかな。そんなことない。ランニング一丁で自転車乗り回してるから、前のカゴにラジオ積んで大音量で。そんな人おった？いませんでした。めっちゃいましたよ。ラジオ大音量でかけて前かご入れて。いやそんなおっちゃんはおれへんが、そのなんか乱入して混ざってきて一緒になんかみたいなのがおったけど。それ爽やかおじさんですか？結構ほんならタンクトップではない。なんかもう昼から酒飲んでてランニングワンカップ飲んでて。いやそれはなかったな。あ、ないですか？ワンカップ飲んでの田舎はいました。いやうちも結構田舎やけど子供もいましたよ。おったワンカップのおっちゃん。おっちゃんとかいたなと思ったらまた通るから、あ、家で泣いたラジオ聞かれへんねんなみたいな、ずっと走りながら。あれそうな。多分そうやと私でも聞けると思うね。多分なんか外出たいんやと思うね。そうかな。それラジオかけてんのがかっこいいって思ったってことかな。なんかあれやん、ちょっとさ俺は洋楽聴いてんねんでみたいな、一時期あれやん、そのなんか MC ハマとかが流行った世代のね。そういうことでもないねんな。違いますね、もっと前ですもん。 MC ハマより元祖です。元祖何やろ。でもワンカップ飲んでる人おれへんかったな。おったんやろけど気づいてないんかな私が。あんまり見て。でも健全な結構土地やったんちゃいます。健全。いやまあまあ下町ではなかったけど。お墓のが通学路やったからそんな人おれへんかったんかもしれん。お墓通学路やったんですか？通学路お墓やったから。え、お墓の中を通っていくんですか。そうえ、そこしか通学路ないんですか。いやいやあるけど、それが一番、いやみんなそこ通って通学してたね。集団登校とかで絶対決まった学校がここ通りなさい。お墓があってんで。え、帰りめっちゃ怖ないですか。だから墓地あるやろ、はい、で左右が墓地やねんけど、はい、その真ん中にアスファルトのちゃんとした道、上り坂があって、はい、あ、まあでも敷地内ですよね多分。いやそうか、もうそうそう、右も左も結構広い墓地、そのほんま真ん中をもう両方がお墓がいっぱい並んでる中、通学そうそうそう、いやメイクしてへんからその時と同じです。いやまあそうだけど、そういう時はしてないよみたいな。ずっとやね。メイクしてるナジャさんにリュック背負さんといて、ダダダダみたいな投稿してる。それはもうアダムスファミリーやわ。まあでもそんなノリでやっとったよ。和風の。そんなノリで。小中高ずっとやもん。だ9年間そこ私ずっと通って、お墓通り。え、全部の通学路がお墓やったんですか。そうそうそう。え、もしかしてどこ行くのも一回通らなあかんぐらいの。いやいや、その学校にメインストリートみたいな。学校が小中高全部その上り坂の坂の上にあったから。そうなんや。そうそれで、そこほんまになんか割とメジャーな通りやねん。そのほんまにメジャーな通り、結構メインストリートだって。お墓登ってすぐもう市役所やったから、市役所行くのもうちの家方面から行く人はこの墓地、お墓の中を通って。でもアスファルトやね、ちゃんと。道やね。そこうちらそんなこだわってないんですよ。そのお墓があるということ。いやお墓ほんまにやがな。それあれですか。車は通れるんですか。車通れる。あ、通れんね。車通れんで。メインストリートや。メインストリート。だから車も通れます。一方通行やったから。夜だって怖ないですか。でも通学路やったから、それこそ時間指定で車ダメみたいな、通学の時間は。なんかそうで土日は通れますねみたいな。そうね。でも慣れるか、怖いとかなくなるか。一人でだって部活、その中高とかなってきたら部活で一人でめちゃ遅なってとかの時もお墓通ってから、そう通ってたお墓だからもうずっとやから、毎日やん。なんかそんな怖いとかなかったな。しかも自分とこのグランディバケのお墓が一番手前にあったから言うたら毎日自分の家のお墓参りしてるみたいな、前通ってたから。高校、先祖高校なんですね。奥の方じゃなくて一番その道沿いにあって。じゃあご利益バンバンありますやん。だからもう9年間、ご利益バンバンある。もう毎日だって1日2回墓参りしてる。ご先祖様は嬉しいあれですね。そうや、だから通学見守ってた。別にお参りしてないで、線香立てて毎日。でもあるなっていうのは気持ちが、まあうちの孫通ったなとかっていうのは思ってたんちゃう。そらええわ、そら喜ばはるわ、ご先祖さん。ご先祖さん喜んでたんかな。何すな、どこ行くのもそこ通ってくれる。ずっとメインストリートがお墓に挟まれてる。どこ、その町内の肝試し大会みたいなもうそこで。そんなんなかったもん、肝試し大会なんか町内で。子供会とかでなかったですか。子供会、肝試し大会なんかないって。ないやった。私もないです。岩見さんとこ、岩見さん学童保育で。ああ、まあそれはやるけど、大阪って結構子供会とかで大人が用意してくれた肝試しとか。いやなかった。肝試しは子供会は入ったけど、ソフトボールやって。あ、そんなもありますあります。クリスマス会とかあったでしょ。キャンプとかクリスマス会、キャンプとか、その夏の催し物でやっぱ肝試し大会みたいな。いやなかった。夏は盆踊りとかかな。盆踊りはね、盆踊りはでも子供会、子供だけじゃないもんなあれは。なんかでもそのそれこそ地蔵盆みたいな、ヨーヨー釣りとか、ああ、お祭りちょっとしたこう夜市みたいなとか、チケットもらえるやつや。だけど肝試しはないよな。もう仲間うちで子供だけで肝試しやろうやみたいなのもなかったんですか。いやそんなもんない。それ逆に大阪出てきてからほんまの心霊スポット行こうみたいなのがあったけど、大人になってからね。そうそう、その肝試しないわ。だから結局全員怖ないからもう地元の人は毎日通ってるから学校でも。あ、そうか、もううちらが思うお墓のイメージじゃないから怖ないんちゃうかな。大体みんなのお墓がそこにあったんですね。だからそうそう割と大きい墓地やったから、お墓の新興住宅街みたいな感じやから、そこに行ったらもうみんなのお墓があって。そうそうそう、新興、お墓の新興、まあそうやな、住宅街ちゃう、ちょっと都会っぽいなと思って。ちなんかいいな、うちなんかもっと田舎だから、えこんなとこにお墓あんのみたいな、急にお墓がバンって出てきたりとかもあったんです。石原さんとこなんかめっちゃ山の上に、そうなんかお母さんが反対してたよな、一人で行くって言ったらお墓前危ない、あ、危ないからなんか言われてます。それ墓地なん？墓地です。田舎ってなんか分からんけど3個だけさ墓石があるとかあるやん。そんなもんいっぱいあるんですよ、うちの田舎だから怖い、怖いなって思っちゃうんです。それはなんかちょっと怖いね、ポツンとあったりしたら。そんなタイプ？うちはもう大きな言うたらみんなと一緒の墓地なんですけど、うん、すっごいビビるぐらい狭い道を上がっていかなかった車で。山の中、山の中、もう普通のドライブじゃ上がられへんみたいな。あ、怖いなそれ。ちょっとこうギア下げてギーンって上がっていかなかった。そんなとこにあんの？そうなんですよ。お墓参り行くのも一苦労やね。一苦労です。ほなもうちょっとでも暗なったらもうこんな今から行ったら、それだけその真っ暗なお墓やったらやっぱ怖い。いや怖いな、怖いしほんまに危ないな、なんか危ないからかなと思ったら逆でした。なんか警察呼ばれる、そんな急に墓嵐ってこと？そうか、そんな呼ばれるって、都会から来てその派手な格好した不審者じゃん、そんなんは。お母さん言う、そんなんが一人でこんな時間に。石原お母さんどんな格好して帰っても考えて帰ってもその格好で帰ってくんだっていう、服装気に入ってくれへんよな。そうなんえ、可愛らしい格好やのにええ年してって思うかな。なんすかね、48にしてはちょっと若いやん格好が。ほらそんなそんな格好して5時過ぎて墓におったら不審者じゃん。墓らしでもなく、なんかちょっと変な人、変な人っていう警察呼ばれんねんな。警察呼ばれる。まあお墓は夜にもともとお参りしたらあかんっていうもんな。そう言われ、あかんもんなんですよ。あかんっていうかほんま午前中がいい。なんかね午前中って言いますよね。まあ夜にお参りはしたことないな、さすがに。いやまあそうやな。一応こう帰パッと帰ってちょっとそれが夕方やったら行きたいなって言って大阪戻りたいなみたいな。はもう全部止められます。あ、そう。あ、そうかそうか。めったに行かれへん場所はもうないし、らさんにしたらそうか。お墓、それ墓地って墓地にあるお墓、集団の。集団の。いわゆる大きい墓地ってさ、お墓はあるけど、なんかようわからん大きい仏像みたいなあるやんか。あれってお参りするタイプ？もう全然ほったらかし。頭ぴょこんって避けるけど、はい。ほったらかしっていうか、なんもうあんまり。あれはなんなんやろ、大きいな。石で石像みたいなのがあるやん。あります。でなんとか観音みたいな書いてるけど、あれはそのお墓自体を守ってる人なんかな。だからお寺さんのなんかでもその本尊みたいなやつなのかな。お寺近くにある？いや、それわざわざだからお寺からめっちゃ離れてんねんけど、なんか管轄があるのかな。あるんです。うちのお寺のありますわ。そうや。だからあそれうち父方のそうや。お墓が広い霊園であって、うん、寺ごとに区画分かれてるんですよ。あ、そうなん、はい、だからその寺ごとの仏塔なんかもしたらそれすごいよ。あほんまや。だから寺は遠くにあるけど、その管轄で一応別院みたいな感じですよって言って立ってるのかな。あ、そう。それだからあれお参りするべきなの。どうなんですかね。聞いてみあたりじゃないですか。馬頭馬の頭の馬頭観音っていうのがあったと思うねんな、確か。だからそれを本尊にしてはるお寺さん。そういうことなのかな。お参りして損はないんちゃいます？私だからお参りすんねん。それはいいこと多分あると思います。やっぱただまずさっき自分のお墓行くからさ、ほんでバケツに水入れていくやんか。ほんでちょっと水かけて、水ちょっと残るやんバケツに。その余った水をひしゃくですんじゃなくて、バケツごとビャーってかけて、ほんでお参りしてんねんけど、それはあかんやり方としては。でも仏さんは多分そんな怒りはせんやろうけど、でもひしゃくでかけてよって。じゃあね、それはなんでかっていうと、その観音様のほんまにすぐ横、真横にバケツ置き場、ひしゃく置き場があるから。結局水余ってるのをなんとかせなあかん、そこにバケツ置くから、はい、でひしゃくさっき置いてバケツの水をバーってかけて、バケツ置いてなんで置いたんよ、お参りするっていう。またこの子、またこの子来た、またバケツごとでも手は合わせはん、手は合わせてくれんねん、手はちゃんと合わせてくれんねんけど、雑やわ。ひしゃくって最後まですくわれへんやん。ほんでいや、ほんならなんかこう片手でひしゃく持って、もうバケツで最後のこうでこう、はい、じゃあそうした方がええかな。あんまでもそ結構気持ちね大きいから結局上の方までも届けんし、ベチャってした方が綺麗になるやん。観音様もいわゆるそうそうそう勢いある水で流してあげた方が綺麗になるやん。でも自分がその観音様の立場やとして自分汚れてたら、でもどっちの方が嬉しいかっすね。いやだって私シャワーの勢い弱いホテルとかめっちゃ嫌いもん。あ、激しい方がザがブワーって来てほしいから私はもうほんまバケツごとビャーって来てほしい。自分が観音やったらほんまに強いシャワーヘッドよりバケツの方がもう強いシャワー。いや強いシャワーヘッドはだからバケツのジャーと一緒やもん。一緒の扱い。一緒ではないですね。一緒の扱いやもん。扱いほんまに。ただそこ顔面にかかったりとかして嫌やから、やっぱ肩らへんどこを狙うかやな。はい。あ、どこ狙ってんですか。首。ちょっとよくな首メイクしてないですね。その首のあたりをなんかやっぱり全体いった方がいいかなっていうのあって、全体いくんやったら、いやまあ頭の方やけど、頭狙うと向こう行ってまう時あるやん。自信ないこうやってだからちょうどまあまあ首顎首胸あたりでバーッと全体が濡れるように。すんねんけど、顔にかけてなかったらええか。難しいよな、勢いって。顔やとちょっとバケツごとっていうのがちょっとかわいそうじゃない。あかんのか、あかんのかな、あのやり方。高円寺さんでも水かけって言っててもあんまりこうピシャっていくのちょっと。水かけ不動産にね、そうそう。私でもお墓でもピシャっていくで自分の。え、マジですか。え、どの辺でなんですか。グランディーバのグーあたり。あ、そうそうそうグー。あれってえぐれて掘ってあるからそこにさなんか。蜂がちっちゃい巣作ってたり雲がおったりするやん、はい、あれを直接触るの怖いからひしゃく、それはひしゃくやねんけど、はい、ひしゃくですくってもうほんまフルスイングみたいなベジャーってやってそれ飛ばす。いやちょっと待ってやってる。役払いみたいな。もうケルフ違う。ちょっと待って。ケルヒャーこうたらええ。ケルヒャーも失礼やってちょっと待って。いやケルヒャーはあかん。熱湯やもんあれな。熱湯じゃない。温度の話じゃなくてあんな水圧墓にあんまあれじゃない。それいやあの意志硬いから大丈夫や。っていうか磨いたりしないですか。いやあんまり磨いたりしてない。だからもう水で勢いで流すっていう。あもうすごいわ今もう。タイプ。フルスイングっていうかもう、まあ、もうそれお母さんとかそれでいいよって言ってはります。いやお母さんと家族でお墓参りはまあ行く時あんねんけど、はい、年に1回、はい、正月か、はい、その時はそれせえへんせえへん。まだ悪いじゃなかったよ。俺絶対そういやっていうかそうじゃなくてちょっと LINE 来てんちゃいます今も。怒られるかなまた、うん、それはダメですよ。いや家族で行った時は代表してみんな他の人が吹いたりしてるから手出せへんの。綺麗になってるなと思って。虫寄ってもおかんギュって取るし一緒。うちも弟がやってくれてますわ綺麗にするのは。弟が全部掃除してくれて。あでもうちもそう磨くはなんか代表としてなんか母がやるみたいなイメージあるな。なんかあるやろ。あれはさうちは草抜いたりやな。あんまりこう手出した破壊しはなみたいな。一回花瓶のところを一人で行った時に花のやつをちょっと倒して前の水を抜こうと思ってそのまま動かれんくなってほんまに一人やったから石ごと。あっ分かります。なんで石ごとなんスポって抜けるやんか水さすとこ。スポって抜いてそれ洗ったけど中に水おんなと思ってあれはもう自然に任せるしかないってそれを抜いたろうと思って横に一回倒したらほんなら石持ち上げたって石を横に倒したんです。マジ不思議じゃん。マジ骨壺見えるやんか。いや見えないです。上花瓶のとこだけやから花の部分だけあそう抜き取れるタイプなんや。そう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 そこだけ独立してるんですよ。独立してんねや。グッと押したらもうそのまんまもう立たれへんようになってしまう。そらそうぎっくり腰みたいになっていやもううって重いと思って倒すのは倒せるけど戻すのがもうそして10年後みたいな。私人生で一番渾身の力を込めたのが墓の花の部分をうえしゃーっつってもうすっごいもう。そんな重たいねん。めちゃくちゃ重たかった。まあ、見陰石かなんかやもんな。なんかね、はい、あれはもう二度とやったらあかんな思いました。これこのままもうどこにも動かれへん。次誰かお坊さんか誰か通ってくれるまで。それはそこまではしたことないわ。うん、だからもうそれからは弟にお任せして、弟がやってたんですよ。なんかこう石倒してこうやって綺麗に。弟偉いなそれ。弟がやってたのを見て、お姉ちゃんやからできるやろうと思ったらもう。できんがダメです。そうね、それはさ重たいのはな。中学生の時の話ちゃうやろ。大人やってことな。お姉ちゃんやから。弟がやっとる。姉ちゃんがお姉ちゃんやったらわ言うて。でお墓参りするのは大切かなと思うんだけど、参り方も大事やね。いや、ちょっとだからそれはひしゃくでビシャ言うのもあかんわな。オーバースローでしょ、しかも今のやり方やったら。そう、フルスイングっていうか。そう、横から言ってたもん。それはいや、そういうのが虫が飛んでいくから。いや、そうやけどもっと違う方あるから。ほんま。ひしゃく持って、ひしゃくバッタみたいな持って虫落として。絶対お母さんにバレた。怒られるかな。でもあれが一番なんか私的には自分がお墓やったり仏像やったとしてもそうしてほしいなと思って。マジですか。じゃあいいんかな。その別にふざけてるわけじゃない。泥が全部飛ぶ感じ。私はもし死んだお墓参りじゃあ甥っ子が来てくるってなったらそうしてほしい。フルスイングで。フルスイングも。もし順番がもしねうちらのが後やったら伝えますわ。うんお願いします。言うてはりましたよ。メッセージ来てますか。メッセージ来てます。来てんねんな、すごいな。今見てから聞いた人だって、よかった来てるわと思って。よかった来てるわと。メッセージがこうちょっと持って入ってきはるやん。はい。すごい嬉しいやん。嬉しいね。そう。来てた。もう結構ね、頭がメッセージの方に行っちゃうんですね。この話どうやって終わらそうかなって。ほんまにそうやね。さあラジオネームチリンの娘さんからいただいてます。豊中市の方です。皆さんこんばんは。小学2年生の娘が自転車に乗って塾に行くようになるので、自転車の交通ルールを教えていたのですが、一緒にいた私の母が自転車は人間に対してベルを鳴らしてはいけないという基本ルールを知らなかったようで、私も次から注意するわと言っていたのですが、先日娘が自転車に乗っていた母を見かけたそうで、歩道を走りながらチリンチリンと口で言っていたそうです。力が抜けました。皆さんは最近力が抜けたことはありますか。そのルール知らんかった。こんなルール。まあ一応ベルって人に向けてあかんの。歩行者優先。そうなんですよ。ああそうなんだ。クラクションも基本ダメなんです。人に向けて。どけっていう意味でプッて押したら、よく言った雨村とか、ちょっと通らなあかん時にやっぱ車道にめっちゃ人溢れてるの後ろをゆっくり走ってプッて鳴らしたらダメ。もう捕まるんですよ。そうなんや。知らんか自転車も。気づいてくれて親切に避けてくれるのを待つしかないんです。でもそれその人は口でチリンチリンって言ってるからベル鳴らしてませんっていうことでいけるやろっていう解釈ってことやろ。そうですね。お母様はお母さんだから一休さんと一緒です。おばあちゃんとか。トンチやなもん。ベルは鳴らしてない。ベル鳴らしてませんよって。チリン。一休はさ。鳴らしてませんからね。通用すんのかなそれ。ベルは鳴らしていませんから。でもベルがついてない自転車っていうのもあかんの決まりとして。でついとかなあかんねやっぱり。だから危ないってなったら鳴らす。めっちゃ鳴らしながら突っ走る人おるやん自転車。鳴らしすぎて上の蓋取れてるおじさんいませんでした。上の蓋取れたらあれ慣れへんねん。そう。カカカしか言えへんねん。めっちゃ回ってるやろ中。回るだけやけどあれなんかこうなんか蜂の字型みたいなのがめっちゃ回ってるやんな。丸見えで丸見えであれはでも絶対やったわ。外してわざわざ外してどうなってんのかなっていう絶対やったわ。あとその後だんだんなんか進化してきてボクシングのゴングみたいなカーンっていうのになれんかった。バネがついててチーンってあれの時代もあったな私。私もあれでした。そうあれ羨ましかった。チリンチリンチリンじゃない時代あった。あれやったらまだ心地いいですもんね。こう歩いててもしいね。なんかチーンチーンっていう。怒ってる感じは出えへんもんな。出えもんな。世話しないもんなチリンチリンの方がな。あれはほんま鳴らし方独特のあんなお茶お茶。まあでも危険を知らせなあかんからやっぱ不快な音の方が。いいんでしょうけど、まあそうやな、ねんけど、あれ大体みんなおっちゃんとかはドケドケの意味で鳴らしはる人多いじゃないですか。そうやね、うん、でも意外とあれ口で言う人も多いで。チリンチリンじゃないで。なんて言ってるんですか。やめやって言うてくるおっちゃんおるで。で何回かあれもランニングで前にラジオ積んでますね。いやラジオ積んでない。それは積んでないね。積んでない型やね。積んでない型。積んでない型やね。あんまり人の声を聞こうとしてないね。そんなにラジオとかも。あの人はもう走りたい。走りたいから。じゃまー。じゃーって言いたいでも。ほんまに何回か言われたことある。うん、あれ何橋歩けみたいな美川さんみたいな CM でありました。端っこ歩きなさいよのおっさんバージョン。橋歩け。でもあいおちゃん意外に冷静に見てて怖そうなお兄ちゃんには絶対言わないですもんね。あの時だけめっちゃ静かになりますよ。あそうなんだ。私優しそうに見えた。見えたんですよ。だからそうです。もう腹立つけど自分は優しそうに見えたんだなって思ったら怒り少し収まります。いや収まる。まあまあ悪いのは悪いねんけど、もうちょっと言い方あるやんな。言ってみたんですよ。もうちょっと言い方あるんちゃうって言うたらびっくりすると思いますよ。いやもうそんなん言うまないぐらいのスピードで言ってるもん。60キロぐらいで。いやそれは早すぎるわ。それボリボリやとしたらよう聞かれてんな。じゃあそんなぐらいのおっさんやったわ。いろんなね方でもいろんなことがおるからね。おっさんにもうおっさんに怒られるのはゴリゴリやわ。お前昨日怒られたとこや。昨日おっさんに怒られて。確かにうるさかったわ。うちら3人がうるさかった。昨日も一緒やってるんですよ。昨日ね、そうね、あんなハイタッチしてイエーイっていううるさい、うるさいんじゃーって怒られるっていうロケで、またそれまた怒られた後すぐにエンディングを取らなかった。結構きつかった。すいません。あんなあれオンエア楽しみやね。エンディングどれぐらいテンション低くなってるか私らの。何の説明もなく急にテンション下がってる。まあそれはまたおいおいね、どんな番組か。いやでもあれはもううるさかったわ。私たちが悪いです。そうですね、テレビ大阪の番組です。さあこの番組では皆さんからのメッセージ、メールを募集していますよ。メールアドレスは naja@mbs1179.com です。メールを紹介させていただいた方には私の自筆似顔絵がデザインされた番組特製ハンケチと YouTube チャンネルのQR コード付き番組コースターをプレゼントします。Twitter のアカウントもあります。Twitter のアカウントは@NADJA1179 でございます。フォローの方よろしくお願いしますね。番組に関するツイートは#レツゴーナジャをつけてつぶやいてください。さあ、そして YouTube チャンネルもあります。ナジャグランディーバのレッツゴーチャンネル。現在の登録者数は26,100人ということで、なんと1,560人も増えました。すごい。すごい急にね、何があったんでしょうね。あ、嘘ばっかり書いてやろう、ここに。730人増えました。ありがとうございます。で、ここ1,560人。うちらは730。なんでこんな私だけはめられてる。はめられてる。怖い。でも増えました。怖いね。とっても増えました。ありがとうございます。そうですね。ありがとうございます。TikTok もありまして、TikTok は毎週水曜日に更新されますので、そちらもチェックしてください。ということで、本日も皆さん花粉症で苦しんでいる方もおられるかもしれませんけれども、この番組を聞いている間は花粉症を忘れるじゃないかっていうぐらい皆さんを夢中にさせてみせます。最後までお付き合いください。ニュースのまとめ、ナジャジャジャーナル。このコーナーは最近いろいろあった話題の中から私ナジャが気になったニュースをピックアップして紹介するというコーナーです。さあ、そしてここからは、新妻と一緒にお風呂に入ることが日課だそうですよ。さて、今日お風呂に入れる入浴剤は何でしょうかね。まあ新婚さんのお風呂なら入浴剤なんて必要ないかもしれませんね。今日もハッスル川本光正アナウンサーが入ってくださいます。よろしくお願いします。はい、こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。これどっから仕入れた情報なんですか？ちょっといや、これすごいですよ。本当にここの一部の人にしか言わへんかった気がするけど、この話すごい情報も持ってるから、はい、怖っ。ほんまなんですね。もうそしてそれをオンエアでもう流してしまうっていうね。いや、まだプラスアルファまだ情報あります。やめて。まずね、はい、奥さんがお風呂で体を洗うみたいです、はい、で洗い終わると湯船に奥さんが浸かります、はい、その後、川本さんがお風呂に入ってくるんです、うん、遅れて、ほんで体を洗うと、はい、そして、もうさっき奥さん使ってますね、湯船に。そこに一緒に入って混浴の毎日を送ってるということらしいです。これ私の妻が今ラジオ聞いてたらもう顔から火出てるんちゃいます？いや、いいやんか、新婚さんやしさ、ね、みんな新婚さんなんかみんなやってるんじゃない？そうなんですかね。いや、それでも大きいお風呂ですっていうことでいいやん。そうそうそう、一人暮らしの時からはお風呂は大きくなりました。そうでしょ、はい、転居したので。ほんならもう2人入れるからいいじゃないですか。そうですね。ただそのどういう、私すごいさ、それ憧れやねんけど、彼氏ができてお風呂一緒に入るとかっていうのをやったことないねんけど、向かい合わせなのか同じ方向向いて後ろからこう抱っこする、もしくは同じ方向向いてたとしても旦那が前なのか奥さんが前なのかとかそこら辺すごい知りたいのよ。私的には、私の理想は、私は前、同じ方向向いてて前、ほんで後ろにもう一人、だからバックハグされる、バックハグタイプが憧れやねん。2メートル超の人じゃないと。2メートル超の人だから、お湯ちょっとでいい。どのスタイルなんですか？うちですか？うちは向かい合わせです。あ、向かい合わせ。めちゃ嬉しい。向かい合わせって何？足で遊ぶの？遊ばないです。もうでも本当に私は比較的長風呂できるタイプなんですけど、私の妻はそんなに長いことお風呂に入るタイプじゃ元からないんですよ。割とこうさっと入ってさっと上がる。その代わりお風呂のお湯の温度結構厚めが好きみたいなタイプなので、めちゃめちゃ早く洗ってあげないと。そうなんです。はい。結果的に中でこうコミュニケーションを取ってる時間が短くなるっていうことなんですけどね。それでも一緒に入りたいの？そうですね、まあ、そうすると例えばその電気ガス代ちょっと節約できるとかもあるし。ああ、なる、そういうのもあんのか、はい、追いだきせんでよくなるから。まあまあそうやね、はい、どっちが一番風呂とかもないしね。そうですね、もう、はい、お互いに体きれいに洗ってから入るから。そりゃそうでしょ。新婚さんの間は絶対そんな節約とか、そうそう、絶対10年後もそうしてたらほんまに節約だよ。そうやね、それはそうやね。そうですね。これいつまで続くのかなって思ったりもしますけどね。やめ時難しいね。まあやめるんかどうかも含めてちょっと分かんないですけどね。いや、これでも10年後一緒やったとしたら、いや素晴らしいことやけど、ちょっと半分って思うけど、まだっていう。やっぱりだんだんでも子供ができたりするやん。また変わってきます。変わってくる。そのタイミングかも結局子供入れなあかんわってなるタイミングかもしれんし、両親子供と3人で入るわけにはさすがにいかないですもんね。いや、でもそれもありちゃいます。それもありです。たまにでもいましたよ、小学生の時の友達とかみんなで入る。家のお風呂みんなで入ったことない。私もないんですけど。そんな家あんの？よっぽど大きいお風呂やないと。そうなんですよ、結局お風呂が大きくないと。でも多分その順番、なんかそうやって言ってたみたいに、さっき誰々が使ってる間に体洗って、なんか交互にみたいなのは言ってましたけどね。そう、まあ、特に今の時期ってやっぱり寒いじゃないですか、ですので2人とも洗い場で裸でおったらやっぱ寒いっていうのがまず理由、順番に入ろうっていうのは。あ、そう、はい。最初はでも、もう一緒に入ろうかっていうのからずっとこうルーティンになっていった感じですか？あ、そうですね、はい。妻の方が結構入ろうという感じで促してくる感じ。そうなん。ほんまに。なんでそれ、なんでそれ。後で怒られそう。ほんまに。妻が聞いてたら。奥さん。さんの方が積極的だったみたいな。で前回ここに来た時は違うかった、奥さんじゃなかったからね。彼女いるんですか、彼女ができたんですっていうとこやって、ほんでちょうど丸1年なんですね。そうなんです。去年この番組に出演したのがおそらく確か3月4日だと思うんですけど、ちょうど丸1年の時を経てこういった形で結婚しましたっていう報告を番組の中でさせていただきます。すみません。おめでとうございます。ありがとうございます。今も変わらずラブラブで。そうですね、超ラブラブやんか。今がいい時期、これからもいい時期続けたいと努力をしていかなあかんなと思ってるところです。聞いてはったものすごい喜ぶ。喜ぶわね。喜ぶかな。その前にえらいこといろいろばらされてるよ。奥さんの方からお風呂入ろう言うてきたとか。そうですね。それはちょっとそっちの方が一緒に入ってることより空母空母って話してます。いやいつも。まあ、こういうナジャさんの番組の中で昨年も話しましたし、あとなんなら去年の8月にその結婚しというかその役所に届けを出した翌日に亀井さんの土曜の朝のラジオ、ちょうど亀井さんが体調不良やった時にピンチヒッターで入ってくれって言われたところで、なんか番組乗っ取るかぐらいの勢いでそこで結婚報告いきなりぶち込んだんですよ。でそんなこともしてるんですけども、その時にいつも家帰って私の妻がラジオであんまり言い過ぎるんはほんまにやめてくれんかと結構マジな名して言ってくるんで。いや今日なんか結婚の報告時とかでもない恥ずかしい話したよ。いやもっと深い話を今暴露されたなと。ほんまにやめてくれんかになるんちゃいます。いやもう本当に向かい合わせですまで言うてるからね。そうですね、促されてしまいました。そこはいやまあどうですかね。いやそこはね、私僕らだけの秘密でとか言えるやんか。あったんですよ。そうなんですよ。向かい合わせタイプです。足では遊びませんやって。どっちが先遊んでるくせにやで。遊んでるくせにと。どっちが先にお風呂入ろうって言うたんですかなんて聞いてもないのに、妻が。妻の方から積極的で。聞かれたことに答えてるだけです。私は。ニュース行きましょうか。僕らとも何もありません。ありがとうございます。さあそれでは。最初の気になるニュースはこちらです。日本人のスマホ操作は世界の少数派。あなたがもし40代以上ならばスマホは左手に持って右手の人差し指で操作しているんではないでしょうか。実はこのような使い方が主流なのは日本だけで、世界では親指で操作する人が圧倒的に多いという研究結果が発表されました。ということなんですが、今ここ私40代以上、はい、私みんな40代以上、はい、私38です。38でした。ごめんなさい。私40代以上やけど親指派、片手親指、右手で持って右手の親指で操作する。一緒です。あ、私も一緒です。一緒。はい。へえ、私だけ左手で持って右手の人差し指で両手使う。はい。あ、両手っていうか1234って、私フリック入力、私もあれできひんからタタタタッつって押してます。あ、回数押すタイプ。はい。ああ、それは何、どっちがおばはんなの。今これ40代以上石原さんタイプのやつがおばはんってこと。私がおばちゃんです。結構左手で持って右手の人差し指で操作するっていう方が日本人は多いんちゃう。おばはんとかうんぬんじゃなくて日本人が男女問わずです。へえ。あ、おっちゃんか。ほんなら私の片手親指、私らの片手親指っていうのはちょっと欧米風スタイル。欧米風スタイル。親指でやるっていう。世界標準。はい。世界標準。こっちの方がまあ多数派。そう。世界ではね。はい。世界では。はい。あ、そうなん。そうですか。なんか両手でなんかめっちゃ写しとるやん、バーって。あれはだからもう両手で抱えて両親指でバーって打つからめちゃ早い。かっこいい。あれかわいい。あれ例えば携帯電話の文字入力を普通のフルサイズのキーボードにしてるタイプの人もいてますよね。 ABCDE ってこうずらーって並んでるじゃないですか。パソコンのキーボードと同じタイプにしてて、全部の指でやってるんですか。でこうやって親指で横向きでやってるの。両手の縦でもこうやって縦で持ってペコ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 あいうえおみたいな感じで。両手で持つってやっぱ可愛いじゃないですか。例えばこんにちはやったら KO とかって打って、 NN、 そんな面倒くさいことしてる人おんの。いうケースもあると思いますよ。慣れてるんかな、その入力の方が。パソコン入力慣れてる人だとかだったらそういうケースがあるかなという気もしますけどね。でも今一番ヤングはもうそんな打ち方してないよ。どういう打ち方？どういう打ち方する？音声やで。あ、声で入力する。今から行きます。今から行きます。送信。めっちゃヤングですか？それヤングなんちゃうかな。私もたまに音声入力使う時あります。割とうまいこと言って言うた通りに文字になるやんね。しかも最近の携帯だったらもう句読点まで勝手に考えて打ってくれるんで。そうなんですね。いや、それやってみて、私もやってる人びっくりして見ててんけど、結構な正確に文章にしてくれて楽。しっかり変換もしてくれるんで。もうそれがだからもうコロナ前やったけど、台湾旅行行ったらみんなそのやり方やった。もうこんな指言ってる人おれへんかったよ。そうなんや。でも年いってる方がそっちの方が楽は楽ですよね。楽やね。でもなんかあれカンペですよ。カンペがスタジオの中でね、そういうの出てくるんですね。このモニターってそういう用途で使うんですね。何映ってんのかなと思ったら、これはね、マッチングアプリで奥さんは何指で、どういう意味ですか？出会いはったじゃないですか、奥さん、今の奥さんとね。その奥さんはスマホを何指で操作されるんですかっていう話。それはなんか親指やんね。それは奥さんはどういう打ち方なんですか？確か右手で持って親指で操作してると思います。同じです。同じや。で、私が今持ってきてるこれ自分の携帯なんですけど、これ画面がだいぶでかいタイプなので、この時はさすがに重たいんで画面の上の方指届かないんですよ。その時は左手で持ってこう右手で操作するっていうケースもある。大きいやつはね。なるほどね。ですね。ただどういうことですか？今カンペがね、カンペがいろいろ出てるけども、いろいろ聞いてほしいことを多分ね。今日一時なくカンペで遊びすぎやね。ね、新婚さんやからみんな気になるんやと思うわ。のことにそう気になるんでしょうね。奥さんだけで止めるんやめてもらえません。確かに。多分伝えたかったのは違うことやと思う。そのマッチングアプリっていう。出た出た出た。今カンペ出ましたね。ああ、そう。これはじゃあもう誰が読むこれ。誰が読んでますか？スタッフさんに読んでもらって、私が読んでもいいんですか？いやいや、川本さんがやっぱり一番綺麗に読んでプロやから。そうなんですか。まあ MBS アナウンサーですけど、奥さんを触るのは何指でって書いてますね。書いてますね。これ何指で？何指で、何指でじゃないですよ。指じゃないですよ。もう全身ですよ。もう全身で、もう全身全霊で、もうそうそういいね。新婚さんなんかわからんけど羨ましいね。なんかわからんけどってそうですね。いい話聞かせてね。のろけに来たみたいな。それはもうそうそう。今だけのでも奥さんがもしスマホやったとするやん。どういうほんならどの触り方したいですか？奥さんがスマホなりやったとして、どの触り方したい？まず親指か、左手で持って人差し指でポチポチポチか、もっと今の女子高生みたいに両手で持って両親指でバーって早打ちか、バケツで水ブワーってビシャ水没、スマホ水没。それどの操作の仕方がいい？まあそりゃ基本的にはまず両手でね操作しないといけないじゃないですか。やっぱり片手でね、その奥さんをね操作するようなまではそれは絶対に良くない。別にビルビンちゃうから、片手で失礼します。両手でね、優しく指を添えて包み込むように、そうそうそう。両方の親指でこうコソ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 とコソコソ。何の話ですのんこれ？コソコソとやる。正解はもう親指、両親指ですね。両手の親指で。はい。何の話なんですかねこれね。いやいや、だからそのスマホ操作の、お願いしますね。次のニュースお願いしますってほんまひどい、ほんとひどい、ひどいね。なんかね、もうやらすだけやっといてね。もう川本さん誠実に答えてんのに、なんかもう長滑りした人みたいになってるじゃないですか。いやでもなんか私はすごく好感が持てたし、なんかやっぱそんだけあっけらかんとその夫婦の幸せさをさ言えるっていうのは素敵やと思う。素敵やと思うよ。いや、できるだけこういうもう世の中あんまりいいニュースね最近ないじゃないですか。うん、そんな中でまあ少しでもねちょっと明るい話題を提供できればなと思って。いやなんかちょっと明るくなったし、うん、やっぱ私も恋愛したいなと思ったもん。羨ましいですよね。マッチングアプリをやりたくなった。あ、そっちですか。そっか。うん、そう幸せな出会いがあるんだって。相手を見つけない。でもなんか難しいんだよねやっぱゲイっていうのがあるから。まあでもそこにこう特化したマッチングアプリもあるんじゃないかな。なんかあるとは聞くけど、いやじゃあナジャですねんって言ってできる？なんかそこがさ、ナジャですねん。やばい言って、まあナジャさん登録してるわって結構ざわつく。でもそれはそれでありのままのナジャさんでこう来てくれるからほんだら。いやなんかそこら辺も分かれへんやん。なんかすごい不純な動機で送ってくる子もおるかもしれない。面白い半分とかね、それでなしやでみたいなんとか、でそこで思い切られへんし、やっぱりなんかもっと運命的な出会いしたいなっていうのもあるし。ありますよね、運命的な出会いね。運命的な出会い、ナジャさんはどういうのが一番いい？一番運命的な出会い、いろんな運命的な出会いってありますやん。憧れる運命的な出会い、そうやな、自転車でこけた時にものすごい恥ずかしい格好になるわけやんか。あーって言ってで帽子が取れてちょっと薄毛っぽくなってるとこをなんかたまたまそれを車で横に乗ってて「大丈夫か?」って言って出てきて、もう起こす体を起こすとかよりまず帽子をかぶせてくれるっていう。運命的な出会い。さっき体起こせやってならないですか。そっちに気が利くんだって。そっちに気が利くんだっていう。そういう人おれへんかな。カサコ地蔵みたいな出会い。カサコ地蔵の出会い。恩返しに行くよ。恩返しに行くよ。お米も持ってなじゃまい持ってなじゃまに削って。米いっぱいあるから。ありがとう。ほんまにお米ようさん持っていくよ。雪の中。ね。さ愚かな雪の日ずっとなもうだってほんまやかぶせてくれへんかなほんまね。もちろんかぶらんとずっとマッチングアプリは名前なんでも登録できるの？まあいわゆるそのハンドルネームといいますかね、ニックネームみたいな形で登録するケースもある。カサコ地蔵で登録しようかな。それ誰か食いつきますかね。なんかカサコ地蔵ね。カサコ地蔵かっこ恩返しありっていう。おあ。ナジャマイ持ってきます。呼ばれる。そこでナジャ入れんねや。入れてんの。ハンドルネーム何でやってたんですか？私ですか？私はもうでも素直に川もで登録しましたね。川もとなのでもう普通に川もでやりましたね。川もって昔呼ばれたとか、あと下の名前が三つまさなんで三つっていうので登録したりとか。何個登録した？時報です。まさかの1個じゃなくて2個も登録してたね。ね、これったらもっとかもしれない。何個登録してた？何個登録してた？いわゆるそのいろんなサービスありますけど、サービス名の漢字で言ったら、2つですね。川本3つ。はい。ああそうでどっちでうまいこと言った？川本の方でうまいこと言った。最終的にたどり着けたのは三つの方でした。あ三つの方。三つか。あそう。だって初めまして川本です。よりやっぱりなんか三つです。三つです。かっこいいですね。三つですみたいな。三つさんみたいな。最近三つの話多いな。三つです。どこから喋っても三つの話になる。次のニュース行きましょうか。じゃあ続いてのニュースも行きます。吉本興業が芸歴5年以内の賞レース開催を発表。吉本興業は今週芸歴5年目以内の超若手芸人を対象とした新しいお笑い賞レースアンダー5アワード2023を開催すると発表しました。どこよりも早くお笑い界のニュースターを発掘すべく創設を決めたそうです。賞レースどんどんやるね。いろんなの人気あるし、なんかだってベテランさん用のやつもあって「ザ・セカンド」っていうのがもう今1時が終わって、あそうですね、おすすめますね。ここで出るの出えへんのっていうね、そうやりましたもんね。今度は若手5年以内の、そうですね。でもこれめっちゃフリーアマチュアを含め芸能事務所は問わずということで、どこに所属しててもあるいはフリーでも出られるっていうことですね。アマチュアでもいいってことですもんね。2019年4月1日以降に芸能活動を始めた人が対象。ピン、コンビ、トリオなど人数、さらには年齢制限もないと。でネタのスタイルも自由。大体 M1 とか1000万とかもらえるやん、あの賞金。これね、優勝者は100万円が贈られるそうです。大きいよ、100万円。100万円は大きいし、これも大々的にテレビでやんの？どうなんですかね。決まってんのかな。決勝自体は東京のルミネ座吉本で開催するということみたいですよね。でも今吉本さんチャンネルも持ってらっしゃいます。そうですね、 BS でね放送やってますもんね。そこでは絶対多分流れる、分かんないですけど、いろんな媒体があるんで見ることできそうですけどね。これはなんなん、今すごいレースづいてない。だってそれこそ松竹も何だっけ、スカウトみたいなやってた。スカウトはまたね、そうですね。やっぱり人、誰か発掘してほしいんかな、自分の事務所にみたいなのとかあんのかな。育てるのよりももうタレント尽きてきたわって思ってるのかな。ものすごいいるんですけどね。吉本さんも正直もそうだけどいっぱいおるから、もうそこで十分なんか言うたら稼げてるんちゃうかなと思うねんけど。いやいやいや、うちはまあ吉本さんはあれですけど、うちは M1 とかがやっぱちょっと10年、今15年以内ってなったら、やっぱ若手がどうしてもめっちゃ面白い子がおってもどうしてもレベル高すぎて出てこれないっていうのがあるから、10年以内やったら出れたのにみたいなとか、5年以内のやったらまた新たなっていうのを見つけれるっていうのがやっぱあるんちゃいます？あんのかな、いろんな賞レースが。そうですね、まあでも5年目以内の方で優勝者100万円とか、もうそういうね芸歴が若い方からすると十分かなり大きいよ、ね、賞金額で。そうね、すごくモチベーションになると思いますけど。小学生とかでも出れるってことですよね。はい、年関係ないですからね、これね。このままでいくと年齢制限ないっていうことなんで、100万円ねえ。松竹もやってんねんな、ほんで。これ大丈夫です。これ大丈夫です。これ書いてあるね。手元の資料にね、書いてますけど。松竹芸能の学生お笑い大会荒削りっていうのを第3回開催決定、もう1回2回3回やってるんですよ。これも学生さんから25歳以下までで、ジャンル不問やって、漫才でもコントでもピン芸でも何でもいい。これすごいよ、賞金も。賞金も出るんですね。優勝賞金5万円っていうね。思い切ってます。ただこれね、第3回ですか、これ頻繁に行われてるわけですよ。頻繁に年1回じゃなくて、これ年1回じゃないと思う。これ最近できたんじゃないの。そんな人すごい人探してんな。めっちゃ探してます。松竹芸能は本当に本当にもう人材募集感がすごいですね。もっと私たちのことも見てって言いたいですけど。いやほんまやで、私それこそ昨日も思ったけど、やっぱチキチキジョニーってすごいなと思ったよ。一緒にロケやったけど、私この二人選んでよかったと思った。いやものすごいなんか助けられたし、なんかこうちょっと詰まったとこポンって入ってきてくれて助けてくれるしっていう、こんなプロみたいな人おれへんと思って。プロみたいな。いやいやプロやねんけど、プロ中のプロみたいな。私ほんまに、いや昨日は。ちょっとすごいな、尊敬したもん。そんなことない、私らはもうナジャさんとおもろいな言うて、ナジャさんのジャージ最高やったな言うて。いやそういうことじゃないのよ。じゃなくて、その実力、ほんまのそのいわゆるその芸人さんとしてのなんかあれやな、もっと売れてもええのにって思うもん。いやいやありがとうございます。いやいやそんなことない。ほんまに思ったよ。何にも。でなんか最後怒られましたやん、だって。おじさん、おじさん怒られ。うるさかったんですよ。あれはプロじゃないな。あえて怒られたプロじゃない。周りを見なあかん。周りを見なあかん。状況全然見えなかった。怒られることないから、怒られるってへこむのよ。何年ぶりやろそんな怒られたんって。30歳超えてきて怒られることってだいぶ減ってきますもんね。ないですよ。声が大きいってことで怒られる。騒ぎす、はしゃぎす。芸人やったら声でかってなんぼですよ。そうね。アナウンサーも声でかってなんぼみたいなとこありますから。それはあれははしゃぎすぎてたわ。あ、そうでしたか。でも怒られたんですよ。その後急にテンション低くなる。その辺はあんまりプロじゃないところかもしれないです。しっかり維持できたらよかったのに。楽しかったです。やめてください。それぐらいしか言われへん。泣きそうだね。うちらもまだまだです。いろんな賞レースがあんねんな。これもでもほんまや、私いよいよほんまにドラッグクイーン賞レースやるとこ出てくると思うよ。ね、あると思います。ほんまになんか松竹さんやったらいいのに。あ、ほんまですね。でもうちが主催してもいいんですか？意外とお金になると思う。だからテレビ局がやってたりするやん、 M−1 とかやったら ABC とかさ、はい、そうですね、はい、どこもまだやってないからもう松竹さんでやってみたら、まあだから審査員をちょっと架空のある方バッと読んだらすごい話題になる。だからもうそれこそ成田さんは審査員ですわ、うん、あもう審査員から審査員、うん、私、はい、だってその新人発掘で言うとそうなるじゃないですか。まあ48やもんね、はい、だからそこ難しいとこやねんな。だから審査員は別にそのドラッグクイーンばっかりじゃなくてもいいと思うねんな。あそっか、まあまあもちろんデザイナーの方とかそういう人とか、はい、ヘアメイクの人とか、うん、あほんまやダンスのプロとか、そうそうレディー・ガガとか、はい、うわレディー・ガガ4分やった私見でも世界的にはそのドラッグレースって大流行りしてて、ね、もうシーズン今なんか6とか7とか8とかまでいってるから、それってどういうのが審査基準で何をもっていいっていうのですか。ルポールのドラッグレースっていうネットフリックスでそうめっちゃ流行ってるやつは見ましたけど、衣装作りからメイクからパフォーマンスから全部をトータルで自分でやるんですよ。で最後そのランウェイ舞台出てきて審査員の前で衣装を披露してでパフォーマンスをするっていう、うん、いろんなだからジャンルの戦いがあってね、めっちゃ多いです。それをね一人がやらなあかんっていうのが私は衝撃的やって、だいぶ大変ですね。衣装は衣装の人プロみたいなんじゃなくて、うん、全部やるんですよ。総合力問われるっていう感じで自己プロデュース力というか、そうそうそう、だそれなんか日本もなんかそんなうちやんのかなと結局ずっと誰もやれへんからです、ね、やってほしいけどなとは思うけどね、うん、いやもうナジャさんが切り開いていくんですよ。もういや私はもうそんな面倒くさいことはせん、ほんまに審査員もやりたないぐらいやもんそれはだからとりあえずは一旦全部ミッツさんに任せましょうか。ミッツさんやっぱり新人発掘には熱心やから、ね、すごいですね、うん、でナジャさん審査員でちょっと入るぐらいの、まあ審査員そうやな、はい、ちょっと辛口の審査員でちょっと入って、はい、うん、であの人の点数入ったら嬉しいわみたいな、そうやな、みんなに甘い点数つけていい人やなって言われたそれ一番かじゃあでも今日はあれやね、はい、いい話聞けたな、ラブラブ話が聞けてよかったですよ、うん、なんかまあ来週も聞きたいぐらい、ね、もっと聞きたいこといっぱいあるわ、ね、そうや怖いですね、まあ、来週来なかったでいうさらにまた来年度みたいな話とかなって、うん、その次回出てきた時に、うん、あんまりこう悪い知らせをお伝えしなくてもいいように私もちょっと今日から頑張ってやりますわ。そんなことはない、まだお風呂入ってると思うよ、1年ぐらいやったら。それはほんまに思います。1年やったら多分大丈夫、多分入ってると思うわ。お風呂通信またね、お風呂通信ね、お風呂通信お風呂からそのまま裸で寝んの2人で。そんなわけないじゃないですか。パジャマは着てるの？もちろんもちろん。そうですか。来年もお願いしますと。本当ですか？ありがとうございます、頑張ります。いやでももうほんま何をやねんって話ですけど、ほんま子供できましたみたいな話が聞けるかもしれないし、分かれへんよねそこはね。もうじゃあこのレッツゴーフライデーとともに私の夫婦生活もどんどん進んでいく感じで、素晴らしいことは。あとは今日家帰ってから怒られてください。はい、もう目いっぱい怒られたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ニュースのまとめナジャジャジャーナルのコーナーでした。川本アナウンサーどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ナジャグランディーバのレッツゴーフライデー、 MBS ラジオからお送りしています。 We are champion。 これまだほんで分かってないのまだ。なんで正解言うたやんか、その後に言ってたやん。言うてない？正解言うてました？私らが言うたやんな。今のは違う、不正解か。全部間違えてんだよ。全部 We は合うてるわ。 We だけ We We are 6 U。 ああ惜しい惜しい。だからチャンピオンがブーってことは We are 6 U。 違う違う、どんどんパワーまだ間違えてる。なんでよ、教えてください。ほんだらごめんなさい。 We are 6 U っておかしいやんか。あ We will be 6 U。 ああ惜しい。なんで B 入れた？ B 入れた。We rock you。 ほんまに弱いね、ごめんなさい。分かるよなんで。もう一生分からん方がいいなこれ。教えんとこ。はい。でも私もよう分かってないから大丈夫。嘘やん。超有名な曲やんか。ナジャさんどっちも歌えるんですか？どっちもってどう？その We チャンピオン歌える。そのチャンピオンの方の歌が分かる。嘘やん。We are champion。My friend なんでしかもフレーズ We'll keep on fighting to the end。 かっこいいしうまい。ちょっと FM っぽかったやろ。合うてるか分からへんけど、合うてんのかな。メリークリスマス。ほんまや。メリーひな祭り。ナイス。これ3年前に作ったジングルなんです。マジでこの話してた。あれこの話先週したんちゃうのね。そうなんですよ。それをね3年前、それ宮本さんがツイートしたなと思って。同じ話してまうな。全然気づいてない。初めて。そうね、アホやろ。3年間まだ覚えてないね。もう同じ間違いしてほんま思うわ。アホ3人でやってんねやろ。ほんまにほんまにほんまな。ほんまに思う。ほんで3年間そこずっと学習もせずそのまま来たってことやろ。逆にみんなが教えてくれへんくても。あとやったら首やでほんま。いやほんまやだ。何も覚えへんと同じ。みんなアホなんちゃうの今。なんで私だけ何回も。私だけ首なんですか。教えても教えても同じ間違いです。ちょっと同じ間違いしてな。それも忘れてるやん。今見ゆう子一個覚えない。仕事一個も覚えない。給料泥棒やで。メモ取り言うてるやろ。メモ言うても失敗してほんまに。先輩らもメモ取ってませんやん。すぐ忘れますやん。先輩はええねん。ほんまより先輩はええねん。だからずっと工場長からしたらお前らは3人とも一緒じゃん。誰も仕事できんわ。正社員にしてくれへん。正社員にしてくれへん。するかそんなもん。ほんまにメッセージ来てんの。ほんであ来てます。よかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ラジオネーム卵男さんからいただいてます。堺市の方です。はい。皆さんこんばんは。番組冒頭の草野球に乱入してくるおっさん、いてましたいてました。おったね。ランニングシャツにバビューダーパンツ。あ、バビューダーパンツ。初めはちょっと打たしてくれやったんが、しまいには子供に混じって野球してました。腹がたっぷりと出ていてベイブルースって呼ばれていたおっさん。しょっちゅうビール買うてきてくれと近くの自販機に買いに走らされました。このおっさん昼間から仕事もせんと何してんねん何しとんねん不思議に思った僕ら友達にベイブルースほんまは金持ちとちゃうかって僕が友達にベイブルースほんまは金持ちとちゃうかと聞くと、それはないわとあっさり否定され、そりゃそうやと僕ベイブルースはほんま謎のおっさんでした。ナジャさんのお話でそんな子供の頃の夏休みを思い出しました。いや酒買うてきてくれのおっちゃんもおれへんかったな。いませんでした。だから昔は今みたいに身分証明みたいな身分証明いらんかったから。ああそうか。自動販売機で誰でも買えるから。それは何おっちゃん金も払ってくれへんの。いやお金払ってこれで買うてきてくれっていう。そらそうやわな。さすがに無視されるでしょ子供たちから。そらそうやで買わないお高いよ。それでもお釣りはもうといてええでぐらい言うてくれんの。いやいやくれないと思う。くれへんのベーブ・ルースはもうお釣りって言わずに手伸ばすタイプです。しっかりしか渡さんかったりするしな。そうかそこまでの人うちおれへんかったな。忘れてんの。私がそういうのとあんま関わらんかったんかな。いやでも関わらんと意外にいてる場合は関わらんと生きていくの結構難しいですよ。そうやんな。向こうが寄ってくるんだもんな。そう向こうが寄ってくるから遊んでたら。そうなんです。登校中とか場所柄もあんのかな。あるかもしれないですね。なんか懐かしい気分になる。別に悪いおっちゃんちゃいますからね。いやまあそうね。あそうそうこっち側この乱入ベーブルースとかは全然いい。まあでも仕事はしてへんやるけどね。でも意外に夜勤とかめっちゃ働いてんちゃいます。意外と。うん。ほんで昼は別に。友達のお父さん仕事してないって思ってましたが、大人になって夜勤やって気づきました。お父さんが寝とるけ静かに遊ぶね。たまにお父さん寝とる。お父さん隣で寝てるんですよね。家行って。そうやあれ。なんか昨日懐かしいと思ったらそれやわ。うさおらってだからあんまり騒ぎすぎてたらその寝てたお父さんおったやって言うて。ああそれで懐かしさ覚えてる。無理えぐらいしかできない。おっちゃんにはよう怒られたなと思ったけどそういうので一番怒られた。ふすまの向こうからな。夜勤で寝て今やったらわかるほんまに。ただ怖いな思ってたけど。はしゃいで怒られるっていうね。さあ来ております。ちょっと2枚続いていて。いきますね。ラジオネーム3人のパパさんからいただいてます。大阪市東淀川区の方です。現在49歳、結婚して31年、子供3人ですが、今でも2人嫁と自分は一緒にお風呂に入っています。そうなんや。子供が大きくなる思春期の時代もずっと入っていました。三男坊今22歳は2年前に実家に帰ってきて今一緒に暮らしてますが、2人はお風呂入っています。ええあ。青木さんとはずっと入ってるんですね。ああっていうことか。最近では三男坊の彼女が家に泊まりに来るのですが、彼女がいても2人、私たち夫婦で2人入っています。子供たちはお父さんお母さんは一緒に入るものと普通に思ってると思います。毎日がそれやとそう思うんかな、ね、別にそれが何もだって旅行に行ってもし貸し切り露天風呂家族風呂があったら家族で入りません、きっと。いやどうなんやろな。いや別々ちゃう。私はもう別々やし、私がそれこそもう例えば高校ぐらいの時に親一緒に2人でやでお風呂入ってたらちょっとやめてと思ってたと思うな。あ、急にでしょ。その小さい時からでもずっと一緒に、それがずっとそれが普通やったら多分高校になっても思わないと思うんですよ。多分もう一方いらっしゃって、ラジオネームちょっとパパに貸してさんからいただいてます、はい、2人とも還暦を過ぎたあたりですが、この年になっても毎回2人でお風呂に入っています、お互いの背中を洗うのが日課です。ちょっと言えないいたずらも少しします喧嘩して入るときはちょっと言えないいたずらはできません喧嘩しても入らんねや。でもそうなんやな、もうだからもうほんまに普通のことなんで、ね、当たり前なんやろな、いや羨ましいけど自分それ要せんかも。分からんけど経験したことがないから。でももう相手に一緒に入ろうって言われたときは入るでしょ。そんなこと言われたことない。いや違うんですよ。もしその付き合ったとして一緒に入ろうって言われたら断るあれはないでしょう。私嫌やな。でも私も嫌かもしれへん。もういや分からへんけど暗くしてって思う。あ、一緒です。ああでもそうか、それはそうか。なんか結局体に自信があったらそうやねんな。あ、そうか、好きな人にはそれをもうだって銭湯では平気でしょ。別に銭湯平気、銭湯はもう平気やけど1タオルも持って入る。なんかその背中の1タオル持って入る。1タオル持って入る。せめて下はやっぱ隠そうマナーとして。なんとなく下っ腹がで隠れてるん違う。いや、石原さんお腹はそんなないんですよ。石原さんお腹出てない。お腹出てないです。足だからどうせね。足が太いんか。足めちゃくちゃ太いんですよ。だからそうか。丸見えやな。丸見えか。そうか。もう別に。まあでも銭湯はもうだいぶ。もうね、好きな人にはやっぱ狭いお風呂ではちょっと。そこがだから彼氏とかになってくるとちょっと。嫌ですね。やっぱお腹とかが嫌か。違うお腹とかってそんなんじゃなくて、背中のシミとかあの方が嫌なんとか、そんなん見られるのが嫌。まあ若いや今ちょっと今思ってる子は。あ、ほんな逆にほんなバックハグ型はダメですやん。そうやね。でもナジャさん後ろ行くしかないですやん。いやだから乳白色の入浴剤入れる。濁り湯みたいな。骨先にナジャさんがもう入っとくってことですね。入っといて、もうそこからずっと首から上全部見えへんようにして。ほんで相手が入ってくる時ももう実際出やんとちょっとこうジュルッとずれて浅く椅子にかけるみたいな感じでこうずれてさらし首みたいな、ちょっと首だけ出てる状態にして、背中は顔だけ出てる。ほんまにそれが長く付き合ってればもうそんなんもうさらけ出してるからさ、もう平気になってくるかもしれないけど、最初の方はやっぱりちょっとな。乳白色か。そうやな。でも一回まあ言ったら入っちゃえばちょっと平気になってくるじゃないですか。ほんならもうそれが習慣になったら多分もうこうやってみんなみたいにこう普通なんですよ。いやでもさ、それこうやって体が洗ってさ、股とか洗ってんのも見られるわけやろ。股洗ってる姿とか。でもだから全部川本さんの奥さんみたいに全部ナジャさんが先入っとけばいいんですよ。で使って待っとくだけっていう。乳白色の首から上だけ。ほんで先相手は先出ていくねんな。はい。もう目の前で洗いやって一緒に入って。ナジャさんの首から上しか見てないですから。のぼせるわ私も。ほんでもうのぼせてまうわ。くれくれだからみたいな。くれくれ。お前久しぶりに聞いたくれくれだから。久しぶりみたいなあれ。見て、定期的に見なあかんよ。くれくれだから。更新されてます？更新されてないけど、もうずっとだいたい全話あるやんか。見て。特にナジャさんおすすめの会話。私はだからナポレオンやったっけ、ウィリアム・テル、ウィリアム・テルが一番おすすめや。まず見てほしいや。くれくれたこらの。そうそうそう。あと医者になりたいっていう医者になりたいっていうやつもおすすめ。トンカチで治そう。医者になりたいってまず相手を怪我させるっていうね。で治したるわって。めっちゃ昭和。見てほしいわ。お医者さんやりたいから怪我させる。全員見てほしい。バイオレンスのやつね。バイオレンスね。笑える。さあメッセージいただいてます。ラジオでもおしっこ近い牛野さんからいただいてます。千葉県浦安市の方です。皆さんこんばんは。最近両親がお墓を購入しました。まだ生きている両親の希望で駅近の屋内墓園にて買いました。初めて屋内型のお墓を見に行ったのですが、まあとても今時。簡単に言うと機械式の駐車場状態、タッチパネルで自分のお墓が出てきます。日中みたいなってことや。日中みたいな。そうなんや。タッチパネルで自分のお墓が出てきます、そしてその墓園自体とても素敵な内装、新進気鋭のデザイナーさんがやっているようです。お墓屋さんの売り言葉もお散歩がてらフラッとお寄りください。まだ死んでませんが、私としてはこういう駅近、私としてはこういう駅近、お掃除なし、お供え物なしというのはとてもありがたいと思ってしまいます。ナジャさんたちはこの今時のお墓どう思いますか？いやでも最終は全部そうなっていくんやとは思うよ。でも今も割と主流になってるっていう話やん。そういうあれな、どういうシステムなんかなと思って今ちょっと想像が。立体駐車場みたいになってんね。ほんで番号かなんか入れたら、ほんならお宅のやつが出てきてエレベーターみたいな開くのよバーって。ほんならそこにお墓があんねん。あるんや。でそれお参りするっていう。お墓も今私たちが想像してるお墓ですか？位牌とかがあるんちゃうかな。墓石とかじゃなくて位牌とか仏壇みたいな感じで出てくるんちゃう。ミニチュアっぽいのももし墓石があるとするなら、そのちゃんとじゃドーンっていう石じゃなくて多分ちょっとちっちゃいの。骨壺はどうなってるんですか？骨壺そこにあるんじゃない？多分また別のところに。その全部じゃなくてもミニサイズで。ミニサイズ。骨壺があるんじゃない？骨壺もはい多分。でもそれも増えていったら。どんどん立中満車になっていきますやん。でも今のお墓様式よりはそのだいぶコンパクトやんか。それが最新やけど、私それこそ通学路でお墓参り好きでよう行くやんか。お墓参り好きでよう行くやんか。よう行くねん。お墓参り好きすぎてよう行くねんけど、やっぱ墓石もどんどん進化してるで今。いわゆるさ1段2段3段目が背高くてっていう形あるやん。あんなんじゃないで今。マジですか？もうアメリカのお墓みたいなこう石のプレートみたいなんとかで、そこに漢字で愛ってでっかく書いてるとか、そこになんかメッセージ書いてるとか、そんなお墓いっぱいあんで今。もうあんな御影石の色じゃない。何々系とかじゃないんですか？そうなんじゃない。いやそれもあるけど、もうどっちかというと何々系っていうのは小さめで、その漢字愛とか。そういうの多い。でもそれ個人の家でもそうなってきてる。それより愛より心が良かったわみたいな中で言うてそうじゃないですか。それはでも分からない。その残された人か、そうかまだ生きてる人が愛にしてって言って、後に入るからっていう風にしてるのかもしれんし、分からへん。いろいろ変わっていってるんですね。変わってんねんでお墓事情も。はあ勉強。でお墓先がこうとんがってる人おるやん。お墓っていろいろ見てたら知ってる？墓石の上がこういわゆるとんがってる人、鉛筆削ったみたいなでっかいお墓にないですか？それでっかい目の。あそう。いやうちのだからその霊園にもそれが何個かあんねんけど、あれはいわゆる戦争で死んだ人っていうのはお墓の上がとんがってる。そうなんですね。そうやって聞いた。なんかあれみたいいろいろ。あるらしいよ。すごい。今日新しいこといっぱい知れました。いろいろ進化してんねお墓も。でもそのうちほんまにその立中式っていうのになってくると思うな。立中式のね。それの方がやっぱちょっと年いった時にでも行きやすいもんね。やっぱりしんどいもんね。やっぱ遠くその山の上とかやったらね、年いってきたらしんどいから。どうせやってその遠くて行かれへんぐらいだったら近くでお参りしてあげる方がええもんね。それね。それこそお散歩がてらみたいなのが。皆さんもぜひお墓参りね、ちょっと久しく行ってないなっていう方は時間見つけて行ってみてはいかがでしょうか。さあ番組はまだまだあと30分ほど続きますよ。ナジャの今週何食べた？ハイパ。好きなものを好きなだけ好きな時間に食べているナジャ・グランディーバチキチキジョニーの1週間の食生活を公開しつつ、たまに現在の体重を確認するだけのコーナーです、はい、ということで、毎日ね写真を撮るのは大変だということで週替わりで担当が変わっていきます、はい、食べたものの写真はツイッターまたは YouTube でもトークに合わせて出してもらってますので、ぜひそちらもご確認ください、はい、今回の担当は岩見さんです、はい、じゃあいきます、2月25日の土曜日からです、うん、鉄板焼きの笑い焼きと焼きそばミックスを食べました。これ笑いってこの笑い違うで、どうやった？ひらがなの笑いやお店の名前。あ、笑い焼きはでも漢字やった気がする。いえ、でも笑いのこの笑いっていう店何回か出てきたことあるやんな。はい、結構行ってんねんな。好きなんですよこれ。ちょうどねお墓参り行った後。あ、そうなの。はい、ちょっと親戚と家族で、はい、そうなんです。だからこのほんまお墓の話めっちゃあるんですね。たまたまほんまにそうやったんですよ。焼きそばミックスはねこれね4人で分けたんかな。で家帰って。そうなんです。少なない。結構笑い焼きがねなんかファファなんだから1枚で結構ボリュームあるんですよ。あ、そうなんだ。めっちゃ美味しい笑い焼き。私も行きたいな。美味しいですよ。で家に帰ってからストロングゼロレモンの500mlと350mlを1本ずつです。はい。そして2月26日日曜日、うん、この日ちょっと営業やって仕事先のお弁当で出たお弁当とでちょっと足りなってなってミニストップのエッグスポテトとハッシュドポテトを買いました。これをみんなで分けました。美味しいんですよ。エッグスポテト知らないですか？エッグスポテトって何よ？ X の形ミックスじゃなくてね形が X なんですよ。バッテンってことなんですよ。縦に長いんですけどハムって噛んだら噛んだ口が X になって。ああ、なるほど、はいはいはい、断面がね、断面が X、 そのなんか X になって、それがだから歯ごたえがあるみたいな。はい、でカリカリの部分がちょっと多いんですよ。だからそのまっすぐポテトより。ほんでこれ金太郎がめっちゃ好きやってなって、であとこれねちょっとごめんなさいアップの写真はちょっと撮り忘れたんですけど、アルミカン2人は X ポテトを知らんかって初めて食べてやっぱめちゃくちゃ美味しいですねってなって。そうこれミニストップが誇るねエクスポテトです。そして家に帰ってから氷結の 4%、500ml とストロングゼロレモン 350ml を1本ずつです。なる飲んでますね。4%ですかでも。4%ですか。はい。そして2月27日月曜日、寝屋川市郡営駅近くにあるレストランゆきでロースカツ定食。うん、これね私ねもう小学校の時から。おじいちゃんに連れてってもらってたとんかつ屋さんで、うん、で久しぶりほんま30年ぶりぐらいに行ったらまだお店残ってて、うん、行ってみたら変わらない美味しさでした。あ、そうね、はい、このさ横の付け合わせの恋豚のスパゲッティみたいなのも美味しいのよね。美味しいです。最高ですよねこの、うん、でソースも自家製のデミ系のね。はい、私はロースカツがやっぱ好きで。あ、そう。確かに、はい、ヒレカツの方がね人気あったりするんですけど美味しかったです、うん。そして家に帰ってから氷結レモン 9%、500ml と、を1本とレモンクラフトがこれ 7% ですね。7% ね、9% と 7% ね。はい、 9% いったね。9% いってますね、うん。でも氷結関係ない、ストロングではないんですよ。ストロングゼロではないんです。さあそして2月28日火曜日、これの日お家でご飯でおでんと白ご飯です、はい。あ、卵ご飯にしました。この白ご飯に卵かけ、はい、はい、すごいな。おでんで卵食べてまだ卵かけご飯した。そうなんですよ。卵をやつやから卵ご飯もしてくってや。あれちゃん卵食べ過ぎやねって言われて。いやおでんで卵をちょっと調節すればやな。いや私卵が一番好きなんで。何個ぐらい食べんの？2個。そう。卵2個食べてまだ卵ご飯食べてんの。卵が卵やから卵ご飯しときって言ったらお母さんやったんで、お母さん公認卵3つです。なんやろなお母さんの卵の時卵ご飯。いやでも君がオレンジ色のな。ね、オレンジ色ので買いたてやからっていうので、そう卵ご飯。卵やから。でもイメージ的には岩見さんの家は卵いわゆるさ白い卵かなと思った殻が。どういうイメージ？いいかもしれないけどどういうイメージ？いやいやいやイメージ的にはもう白専門かなと思ってたら茶色い殻の卵も食べるんだなと思って。食べるわ。これまた怒られるわお母さんに。あのナジャっていう子ひどい子やな。そうだよ。ナジャサインにのせよ。放送であんなこと言うて怒られそうやな。でもイメージ的にはそうやった。白い家、白い卵の家。栄養に聞こえるけどちゃうわ、栄養ちゃうわ。なんやろなんか茶色い卵の家の方がいいな。そして、いちことレモン炭酸水と愛媛で買ったレモン汁で作ったこの自作レモンサワー意外にいけました。だんだんいろいろ考えてる。考えてるわ。体のこと考えてね。どれぐらいの量飲んだかやなこのねこれになってきた。分からへん。何倍飲んだかと。そうか。ね一応ねこれ私ね飲み切りたいんですよ炭酸水を次の日に置いとくっていうのがあんまり好きなだけでだから一応。炭酸水は580だからいきましたねこれ。そうか。はい。結構飲んでる。いやだからいいちこはほとんど減ってませんでした。そんなことないわ。それは見せたいぐらい。ほんまに。濃いめなんねん。でもね言ったら自分で作ってるからほんまに体にはいいと思います。そして3月1日。3月1日。根拠が分からへんな。自分で作った。なんていうかな。体にいいです。オーガニック的な。いややっぱり。さあそして3月1日水曜日。串カツ田中で串8本ぐらいとたくさんウインナーとスライスオニオンとこれねチンチロっていう制度あってすごいいいお店でしたこのお店はね。チンチロレモンサワーを2回挑戦して1回目はねこれねちょっとゾロ目が出ると無料になるんですよ。サイコロ2つ振ってね、で出た目が足して偶数やったら半額になるんですよ、で奇数だけがだから外れみたいなもんで、ああなるほど、メガジョッキを損ではないよ、損ではない、ただ値段も倍額やけどメガジョッキを絶対頼まなあかんっていう、奇数が出たらね、奇数が出たら1回目は見事偶数やって半額になって、2回挑戦したのがこれ2回目の写真なんですけど奇数出ちゃって、でこれメガサイズ、ああまあでも酒好きは逆に飲みすぎで怒られんねんけど、これもう奇数出たからなしゃあないなっていう言い訳できるやん。これラジオの終わりで一緒に行ったんですよ、これちょっとなんか串カツみたいなの食べたい、ほんならそれ同じこと言ってましたよ、さあ奇数言うてた、ちょっと奇数出たからなしゃあないな、そんではないしな、内心はしめしめ。なんかメガはメガで美味しい気はするんですよね。めちゃくちゃ早かったです飲むの。はい、今日やっぱ串カツにねレモンサワー合います。さあそして3月2日木曜日。はい、あこれだから昨日一緒やってちょっとなんかご飯が変則的やったじゃないですか、お弁当お腹いっぱいだったり、ほんでそのコストコ行ってそのもらったパン、ちょっとコストコのパン食べて、そして結構お腹いっぱいだったのでもう家でどん兵衛。とお菓子で氷結レモンサワー 7%500ml を500ml とあごめんなさい氷結のレモン 7% とレモンサワー定番の味 7% を 500ml を1本ずつです、これごめんなさい1本ずつです1本ずつやね、はい、いろんなやつ飲み出してるのなんでなの、そうやねね、うん、ストロングなくなったやんレモン、はい、なるべくなくなったの家にもう在庫が、いや在庫っていうかなるべくストロングゼロをダチはちゃんとしなあかんなと思って毎週ねちゃうんですって、本当に微妙に違うんです、502本って1リットルやで飲んでんのもう、でもパーセントなんですよ、 7%なんですよこれ、本当にこれ本当にみんなでかくて、はい、パンこんなようさん食べたんで、いや違います違いますね、ほら昨日ロケバスの中で分けたけど全部食べたんかな、もう無理やって恐ろしい恐ろしい、ちょっとお腹いっぱいやったんでって言うてませんか、1234567891011個、じゃじゃじゃあれパシャッと喜んではったこれ、あ喜んでお母さん喜んでた、はい喜んでました、そりゃそうやわな、ちいちゃいパンいっぱいありがとう、ちいちゃいパンって言わんってます、パンありがとう、コストコのパンこれ大好きなパンなんですよ、おいしいちっちゃいパン、ちっちゃいパンをようさんありがとう、そんな嫌味はええ、小さいパン、さあおでん美味しそう、はいいや以上ですね、以上ですね、はい以上です、いやそうか、はいおでん美味しそうだった、あおでんやっぱ美味しいです、はいおでん美味しそう、でもこの家のおでんみたいなのはなんか家のそれぞれの味あるから。なんかちょっと食べてみたいね、岩見さんとこ、あもう一回よかったら来てください、本当いやもうお正月もらうこのおでんのこの鶏もめっちゃ美味しい、うち鶏なんですよ、筋肉じゃなくて、そうやな、はい、なんか鶏でだしなんか取る、鶏は珍しいな、ねでもすごいね、なんでかこれ昔から鶏肉で割と大きめの鶏肉丼って入ってるもんね、食べ応えありそう、ドラムで。あ、ドラムなんだ。骨付き。そう。あ、そうなん。そうなんです。またいただきたいな。またいただきたいなと思います。茶色い卵用意しときます。いやいや、イメージじゃあか白にしといたら。白にしといたら。トレーナーみたいにいいなや。白い家の子っていう感じするけどな。白で育ちましたっていう。さあということで、次回の誰かの食生活はどうなっているでしょうか。以上、ナジオの今週何食べたハイパーでした。さあメッセージが来てました。来てません。来てますか。間に合わないぐらい来てます。間に合わないぐらいやってるな。届くの届いておりました。届いておりました。よかった。ラジオでも笑福亭なめこ汁さんからいただいてます。何番でしなんか岸和田市の方です。レッツゴーの皆さんこんばんは。暖かいのかと思ったら今日も寒いですね。じゃあね、まあそれほんまにバツイチの私も混浴したいな。マッチングアプリを始めようかと思いました。いい刺激になりました。あまり知らない名前のアナウンサーさんでしたがありがとうございます。なんで一回傷つけんねん。放送が終わったら一人でお風呂に入ってご飯にしようと思います。今日のディナーはスーパーで買ったコロッケと手作りのなめこ汁です。皆さんは何汁が好きですか。まさかの最後その汁やった。そういうこと？そういうことか。そうか、何汁や、笑福亭なめこ汁。そうか、この方はなめこ汁なんか。私は笑福亭何汁ですか？いや、私でも無難に笑福亭豚汁かな、やっぱり。豚汁が一番ですか？あ、でもちょっと待って、笑福亭かす汁。私はそこ二択すかね。かす汁やな、笑福亭。じゃあもう取られたら、ほんならお姉さんがかす汁取らはったんやったら、私ほんなら豚汁。それぞちょっと待って、ほんまほんま。でもけんちん汁いきますわ。春風亭かもしれん。あ、ほんまや。どっち？何亭？何亭にしようかな。これはもうじゃあもう春風亭いきますわ。春風亭の笑福汁。笑福汁ちゃう。もうやごうだと。豚汁。けんちん汁いきます。けんちん汁でいいの？けんちん汁。ほんだら何亭があるの？あと何亭？三遊亭とかいろいろあるんで。三遊亭さんがいらっしゃった。浮世亭もあるよ。あ、それは浮世亭か。ほんだら浮世亭豚汁。じゃあ私が浮世亭。ほぼ浮世亭豚平っていう師匠いらっしゃるから、ほんまや。豚平師匠と力がと思った。もうそうなったら。ギャラをお肉で渡す人。なんとか汁ってそんなないんかな。ギャラお肉で渡す人って言われてる。そんなんあんの？ギャラお肉って時もあるかもしれないな。でもいや、肉やったら、いややったらお金になるじゃないですか。その前はと別所が渡した。さあこちらギャラお肉嬉しい時ありますよね。いらっしゃい。メールいただいております。ごめんなさい、東京の方です。ラジオネーム、東京在住カオルさんです。岩見さんのご飯とても美味しそうでした。ありがとうございます。酎ハイ親近感です。一緒に飲むイベントとかあればぜひ行きたいです。いいですね。毎週楽しみにしています。お体気をつけて頑張ってください。お互いね。スナック岩見みたいな配信しませんかってこう赤字で書かれてますけど。あ、飲みながらの。でもそういうのやってない、2人生配信でね。はい、たまに。それだから一緒になんか飲めばいいんじゃん。乾杯とかしてないの？あ、やってますやってます。それ参加したいやんな。ね、ぜひやって。ありがとうございます。チキチキ上にみんながうちらほったらかしにしてチャットでみんながしゃべり出すっていうのがすごい寂しい気分。いや、それでもなんかそんなもんやん。それがよくない。それがすごい。選手のね、生配信、このチャンネルのね生配信でも結構みんなチャット同士でみんななんか「あ、そうですかですか」みたいな喋り出すんですよ。一個も聞いてないの、ほんなら。そうなんです。いや、聞いてはくれてますよ。はっきり言ってチャットを拾えへんのうちらの方でしたよ。だから拾えへんかったら向こうで盛り上がるし、拾ったら拾ったでちょっとこっち向いてくれるしっていうことなんか。だからほんまに気楽にできるんで。だからちょっと、あ、そうだね、2人飲めへんもんな。このだから私はそういうのだから飲みながらみたいな、お茶でのやったらできるけど。私はお茶飲んでます。でも YouTube ライブみたいな1回やったことあるから、3つの家で3つのそっか、あれも生配信。あれ生配信気楽にできるでしょ、割とね。なんかみんな楽しいし。そうやね。でも終わりが分かれへんから結局なんか4時間ぐらいやったよ。そうでもなっちゃいますよね。ほんまにうちら大体携帯が集まったらもうダメになるんで。ああ、そうなんだ。そうか、それもあんのか。設備がいいんですよ、だからミツさんのとこは。そうなんかな。4時間。いや別に設備ええけど、4時間ぐらいやって弁当1個しかくれへん。弁当くれただけ。4時間も拘束されて。拘束と捉えて。まあポッキーももろたけど、お菓子と弁当だけ。でも結構生配信結構長いことやらはる方いらっしゃいますよ。そうで、あ、終わりが分かれんが長くなるのは分かるわ、うん、でメンバーがよかったら結局話尽きひんし、ね、結局ね、うん、もうそう長い間やりたいなっていうのがあるから、うん、このチャンネルでも一回そんなねだらだら長い間できたらいいですね。嫌ですいや言うてもう終わりとか言ってますよいつも。いやなんかやる気ある時はそれでも4時間はちょっと、まあ4時間やるぞって決めてたらしんどいですね多分ね。たまにこうすごいやる気があるナジャさんがやる気がある時に限ってこのスタジオもすぐ使わなきゃいやし、ちょっとスタッフさんが早帰りたいみたいなあんねんな、うまいこといけへんな、もっと太鼓叩かして言うて選手謝る乗ってきたのに。じゃあそれをさなんかターでいろいろさ先週から家帰ったら LINE が来とって、またマングローブからミスコンから見てくれてた、なんて来てんのかなと思ったら「単語で盾ありますよ」って教えてくれ。いやいや「ター」募集してないね別にっていう、それだけそんだけの産業単語盾時代劇のあの盾ね、刀で。うわいっぱいできますね。やりましたね。ありますよやって。うわ楽しいやな。これはいっぱいある。単語楽しいね。楽しいやな。出ました。もう一つ来ておりますねメッセージ。はいチェイゾーさんからいただいてます。いつも金曜日を心待ちに毎回楽しく拝聴させていただいてます。昨日恒例の両親の付き添いで大衆演劇を見に行ってきたんですが、役者さんが決め顔をするたびにあナジャさん。またナジャさんと私の脳内でどんどん再生されずっとやばかったですすいません、これだけどうしてもお伝えしたくてこれからも放送楽しみにしていますね。もう大衆演劇のターから始まりましたからね。そうやね、そっから始まってるから。でももうそれは大衆演劇ちゃんとやってる本家の人に怒られるわ私の顔思い出して、ちゃんとそれは楽しまなあかんわ大衆演劇を。ただもう再現率がすごいんですよ。ちょっと邪魔してしまったら迷惑かけてるな大衆演劇さんに。私見に行ったことありますけど、すごい再現率高かったです。いや、そんなおよよって言うてないやんか、大衆演劇の人。いや、言ってなかった。相上尾さんが言うてなかった。言ってない。言ってないって。なんでおよよって言ってるかも。およよは言うてないけど、あんたは言うてるから。これもいい。それは言うてるから。もうめちゃめちゃほぼ 100% 言う。大丈夫です。だからもう皆さんもぜひ大衆演劇見に行ってください。そうですね。本当私のことは忘れて見に行ってください。素晴らしいですからね。さあ、来週次回の3月10日の放送のジャーナルアナウンサーは甲斐美久アナウンサーでございますよ。そして今日の放送は本日中をめどに YouTube チャンネルナジャグランディーバのレッツゴーチャンネルで歌声喫茶以外はほぼノーカットで配信しますので、ぜひご覧ください。他にもなんやかんや更新していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、皆さん花粉が飛びまくってますけれども、花粉症の方は、花粉対策をしながら、過ごしていただけたらなと思います。花粉症がないねん私はという方は本当に羨ましいですね。変わってもらいたいぐらいです。今日も聞いてくださってありがとうございました。さようなら。チャンネル登録しねえやつなんかいねえよな。いるわ。